さらちゃんブレイクスーツ上げらして、今回なんですけれども、7月を無駄にした受験生、夏休み後半の勉強法をご紹介していきたいと思います。皆さん、受験勉強順調ですか ?7 月はもう終わりですが、皆さん、夏休み前にイメージした理想的な夏休みの過ごし方をできていますか夏休みが始まる前は、勉強頑張るぞと思う受験生が多いんですが、実際に夏休みが始まってみると、勉強時間を思ったより確保できていない方、いまいち勉強に手応えがない方が大半なのではないでしょうか。というわけで今回は、夏休み前半を無駄にした受験生の8月の過ごし方をご紹介していきたいと思います。というわけで早速いきましょう。夏休み後半で急成長する方法、1つ目は毎日の勉強計画を立てるということです。夏休み前半にうまくいかなかった受験生は、毎日の目標を明確にしなかった方、あるいは毎日の計画を詰め込みすぎて達成できなかった方が多いのではないでしょうか。そんな方におすすめの方法が IBLE メソッドで計画を立てるということです。 IBLE メソッドはアメリカで100年以上にわたって使い続けられている超効率的なトゥードゥリストの立て方で、ポイントは次の6つを実践するだけです。まず1つ目に、夜紙に明日やるべきことを6つメモします。次にその6つの項目を重要だと思う順番に番号を振ります。そして翌日メモの順番に沿って勉強を進めましょう。そして全部できなかった場合は悔やむことなく忘れましょう。そしてその日の夜も明日のための6項目を新しくメモします。そして1からこのステップを毎日行うというものです。これより目標達成率が上がるのはもちろんのこと、1日を終えた後の達成感も桁違いですし、前日に計画を立てることで睡眠の質まで向上することが判明しております。さらにそれぞれの勉強計画の立て方も重要で、毎日2時間数学の勉強するという曖昧な計画の立て方は論外です。でどうすればいいのかというと、具体的かつ明確な行動に落とし込める目標を立てましょう。具体的にはどの問題集の何ページから何ページまでをどれくらいの時間で全て解き切るなど、目標はできるだけ行動が明確化されるよう具体的に決めるのがポイントです。どんどん行きましょう。夏休み後半で急成長する方法2つ目は、誘惑のない環境を作るということです。皆さんは自分は意志力がないからついつい言えるテレビなどの誘惑に負けてしまうんだと考えていませんか。実はその考えは全くの見当違いであるということが科学的に判明しております。実際トロンタイン研究は、自己コントロール能力がもともと高い人よりも周りに気をそらすものはない環境にいる自己コントロール能力が低い人の方が集中力を発揮できることが判明しております。また1日の疲れは周りの誘惑の数に比例して上昇することも判明しており、部屋に誘惑があればあるほど1日の最後に疲れを大きく感じるようになることが判明しております。さらに1日の最後に疲れを感じている人ほど目標達成率は低いことも判明しております。つまり勉強等の目標達成率を上げるには、俺は意志力を常に高い状態に保つんだと精神論で解決するよりも、身の回りの誘惑をいかに少なくするかという具体的な行動で解決する方が賢明です。それ手っ取り早い解決策としては、スマホやゲーム機など自分にとって勉強の妨げになりそうな誘惑物を片っ端からタイムロッキングコンテナという指定時刻になるまでは絶対に開くことがないボックスに入れるということが挙げられます。このように自分は意志力がないから勉強ができないなと悲観するのではなく、環境をアップデートすることで意志力に耐えることなく目標達成するという考えが勉強上級者の考え方です。というわけでどんどん行きましょう。夏休み後半で急成長する方法3つ目はピアプレッシャーです。ピアプレッシャーとは日本語で言うと同調圧力で、周りが残業しているから自分の仕事が終わっても早めに帰ることができないみたいな現象です。これは勉強に応用した時絶大なる効果を発揮します。実際ブリュッセル従来研究で被験者を並べて脳トレテストを受けてもらったんですが、その結果ある人が集中すると自動的にその隣人の集中力が高まることが判明したんですね。さらに驚くことに、机に仕切りを置いて周りが見えない状態にしたとしても隣の人の集中力が高まったんですね。これなんでかっていうと、人間は周りがなんとなく集中してそうだなと脳が認知するだけで周りの姿勢や息遣いを感じて集中するようになるんですね。よく自分の部屋では集中できないけど、カフェとか自習室行くと周りが集中しているから自分も集中できるという人がいますが、これは周りの人たちの意志力が自分に伝染しているからです。というわけで皆さんもこのピアプレッシャーの効果を利用できるように、特に家での勉強は困難な方はぜひカフェや自習室等での勉強もご検討されてみてはいかがでしょうか。というわけで以上の3点に気をつけて、ぜひ2学期から強烈と等の無双状態に突入していただければと思うんですが、そうそう毎日の勉強計画を立てたり誘惑のない環境を作ると言われても、そんなこと一人じゃできそうにないですよという方が大半なのではないでしょうか。でもご安心ください。その簡単に仕組みができるおすすめのキャンペーンがあるんです。そのキャンペーンがこちら、ブルースコー竹田塾の夏だけ竹田。竹田塾は以前ご紹介した通り、授業をしない自学自習を管理する塾ですが、なんとついに1ヶ月間入会金が無料で竹田塾に通える夏だけ竹田の募集がスタートしました。夏休み前半にうまくいかなかった受験生が竹田塾に通うメリットは次の2点です。まず1点目に、毎日の勉強計画を立ててもらいます。竹田塾では志望校ごとにどの参考書をやるべきか研究した志望校別参考書ルートがあります。そして個人個人に合わせて志望校合格に最適な計画を全て竹田塾の先生が立ててくれるので、自分自身で計画を立てる必要がありません。これより毎日の勉強計画を
を立てるという目標は簡単にクリアできてしまいますし、先生に任す方が確率な上、計画を立てる時間を省けるので効率的です。さらなるメリットとして義務学習を徹底しております。武田塾では毎日自習室に何時から何時まで自習すると先生と約束し、本当に来ているかをチェックする義務学習を徹底しております。また1週間の宿題についての確認テストやマンツーマンの個別指導員を徹底チェックがあり、サボってしまわないか心配で夏休みをサボることがない環境に身を置き、大きく成長できます。これよりこれらの注意点も勝手にクリアできるから、夏から武田塾に通うだけで最初に述べた3点の注意点は全て自動的に解決することができてしまうんです。夏休み前半に自分でやってみてうまくいかなかった方々は、環境を変えることが何より効果的なので、武田塾を検討してみるということは本当におすすめです。というわけでまだまだ全然遅くはないので、皆さんも概要欄から1ヶ月間入会金無料の夏だけだけをチェックして、夏休み後半で圧倒的な成長を遂げるとともに、2学期からの無双状態を手に入れてみてはいかがでしょうか。またですね。コーラーに返してるとボロラを持ち出すので嬉しいです。はい、ごちそうあとした。